最先端のビジネスに触れることができる県内最大級の見本市が新潟市で始まりました。今年のトレンドは 5G と脱炭素です。今日始まった新潟ビズエキスポ。こんにちは、予約していた松村です。いらっしゃいませ。松村様、お待ちしておりました。こちらはアバターによるリモート接客です。実際接客をしている方はこのカメラの向こうからこちらの様子を捉えています。このアバターの瞬きや手の動き、口の動きなどは遠くから接客をしている方の表情を反映しているということです。このサービスを導入することによって、例えば遠隔地にいる方が複数の店舗を一人で見ることができるというところで、その人員の効率化というのを図ることができます。今後、高速大容量通信 5G の普及が進めば、アバターの動きはより人の動きに近くなっていくということです。142のブースが並ぶ今年のビズエキスポの特徴は、今年は 5G、脱炭素、この2つが大きな見どころとなっています、はい、世界の動きの中でやはり先端技術をいかに導入するかというところが事業にとっても大きな利益を生む可能性に秘めているということで、今年は特にそういった取り組みが顕著に出ているかなというところになります、はい、脱炭素社会の実現へ、看板業界にもゴミが出ないデジタル看板導入の動きが出ています。看板はこれまで古くなれば掛け替えられ、いらなくなったものは産業廃棄物になっていました。 CO2 の排出など大きな問題かなということで、看板業界全体で、こういうデジタル化を進めていって、そういった環境に配慮した取り組みさせていただきたいなと思って、今回提案させていただいております。会場では企業のデジタル化を助けるサービスも提案されています。こちらは手書きの文字をデータに変換する文字る。今でもこういう手書きの発注書とね、やはりたくさん存在するわけですよね。そうですね。こちらだとこれを見ながら、パソコンに入力をしてという作業が皆さん必要になっているというところになります。こちらのカメラで今手書きをしたものを撮影します。こんな形で癖のある文字でもデータ化され、文字を入力する作業の大幅な軽減が期待できます。最新のビジネスに触れることができるこの展示会は明日まで開かれています。